はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は提督の決断法パープキット同一プレイ続きをやっていきたいというふうに思います。で、ここまでの情勢、簡単におさらいをしていきたいと思うんですが、ヨーロッパはもう完全にドイツの支配権になっているというところで、アフリカの西海岸、一部イギリス軍勢力残ってますが、これは一旦放置してですね、日本の支援ということで今回はシンガポール攻略を行っていきたいと思います。で、それに先立って艦隊の確認をしていきましょう。まず第1艦隊入っているところからですね、第1、第2、第3と、この主力3艦隊、中身見ておくと、まず第1艦隊がこれ空母4隻です。で、第2艦隊も空母3隻入っていて、第3艦隊がねちょっとダメージを受けているので、しばらくインド洋でドック入りになるかなというところですね。で、第6艦隊と、第3艦隊はもうこのタイミングでガッチャンコしちゃいましょう。これがいわゆる砲撃戦がこなせる戦艦の艦隊になってますね。従順クラスがちょっと不足してるかなというのがあるので、第3艦隊にはこの後、従順あたりを補充してあげればいいのかなというふうに思っています。ここまでが第1、第2、第3の主力艦隊になります。で、第4艦隊になりますが、第4艦隊がですね、今この先イタリア近海で停泊中なので、この巡洋戦艦を含む砲撃戦展開できる艦隊、この艦隊も一旦インド洋に入れちゃいましょう。巡洋戦艦なので、まあ、戦艦に比べるとちょっと防御面で、劣るかなというのはあるので、ゴズメ用に投入するのがベターかなというふうに思います。で、マダガスカルには、この第5艦隊が入っていますというところですね。で、第7艦隊、これアラビア海に展開中のもので、この後、この第7艦隊はインド洋へと動かして、赤窪2隻、これを第1、第2、第3の主力艦隊へと編入予定です。続いて第10艦隊ですが、これジブラルタルで、海上封鎖というのに当たっています。で、第11艦隊が今度アイルランド沖で同じく海上封鎖というところになりますね。では少し時間を進めていきましょう。アルミが全くないので、できることが実はあまりないというところで、お金もあまりないんですが、薄く入れておきます。で、あとは物資の援助、これもう有り余ってる鉄を送り込みましょう日本へ。で、時間を進めましょう。さて、今回はお金が少し入ってきていて、アルミが少し不足気味なのかなというところですかね。インド洋のところに艦隊が集まってきているので、まずこの第7艦隊に入っているもの、一部第2、第3艦隊へと割り振っていきましょう。で、まず第7艦隊を選択して、第2艦隊へ空母1隻、グングーニル、これを配備していきます。グングーニル、こんな感じですね。で、続いて第3艦隊ですね。これだいぶ傷ついているので、この第3艦隊と第7艦隊合わせちゃいましょう。空母が1隻、入った形になります。で、航空機の生産なんですが、もうこれはね、バカラですね、バカラの爆撃を作っていくしかないので、これを作れるだけ作っちゃいましょう。で、これを主力艦隊へと配備していきます。第1艦隊のアスク、これ116機搭載されているのでいいでしょう。ガルムが艦載機だいぶ打ち減らされてますので、これ増強します。で、スノトラ、ウル、このあたりは艦載機問題ないですね。で、その他の艦艇もある程度乗ってる状態にはなってるので、これでいつでも出撃は可能な状態になりました。まあ、ただし第3艦隊ね、ご覧の通り中破している戦艦が3隻になってるんで、これ中破状態で挑むのは若干厳しいので、このまま時間を進めていきましょう。で、鉄とあとお金、少し余裕があるので使っていきましょう。まず技術開発ですね、これはもう熱く入れていきます。で、物資の援助は余っている鉄を押し売り、で、情報活動はマラッカ海峡、つまりシンガポールですね、ここに入れておきましょう。
もうシンガポールはね、僕個人的に大好きな国なんで、また行きたいなとは思ってるんですが、なかなかちょっとその機会に恵まれていないという状況ですね。エウロパ、どうしようかな。せっかく鉄もお金も余ってるので、空母、新規に設計してもいいかなと思ったんですが、一旦やめておきましょう。もう海外旅行にはまるきっかけになったのが、やっぱりシンガポール行ったのが最初でしたからね。まずは、今、攻め手に合ってますが、航空基地からの攻撃隊、バカラの護衛と爆撃が入っているので、これらで迎え撃つというのが、まあ一番いいかな。まあ、空母2隻、あとは航空基地が3つというところなので、まあ、ジブラルタルはね、硬いかなとは思うんですが、敵の艦隊がどれくらいの規模で来ているのか、スパイの情報が入っていないので、全くわからないという中なので、まあ、少し手探りな展開にはなるかなと思います。さあ、まずは敵の艦隊、これの位置を探っていきましょう。この辺りにいそうですね。早いな。敵の爆撃機の方が先に来ましたね。敵の空母の位置、これをいち早く確認しておきたいな。さあ、敵艦発見してます。空母がいますね。これは軽空母かな。コロサス級の軽空母、これが1隻ですね。3艦隊投入してきてるな、イギリス軍も。大型の空母がいるね。アークロイヤル型の正規空母、これが1隻来てます。なので、まずこれの撃沈が最優先かな。どうしてもね、仕様上、一番最初に発見した艦に、まずは攻撃が集中する仕様になっているので、敵の戦艦が、まあ、そういう意味では一番最初に発見したものであれば、その戦艦が機雷担当艦というような形になってしまうので、今、その戦艦に大量に爆弾を投下している感じでしたね。巡洋戦艦レバイアさん、これ沈められれば敵の空母へ攻撃を切り替えられるはずなので、まずそこを目指したいですね。まだ時間は画面の右下11時45分なので、時間はたっぷりあるという状況です。潜水艦がある程度数が打ち減らされる可能性があるので、この次のターンで潜水艦をある程度数を建造しておきましょう。まあ言い方は悪いんですが、潜水艦はもう完全に消耗品扱いという感じでいいのかなとは思ってます。さあ、あとは数をどれだけ沈められるかですね。特に敵の大型艦は、数沈められるだけ沈めたいので、ここどうだろうな。敵の攻撃機が飛んできてるので、ある程度大型艦がいる感じがしますね。空母、敵の空母が。アルミの数が足りないので飛行機の数があまり用意できないんですが、ジブラルタルには空母もう2隻増強してもいいかもしれないな。これは真剣に考えましょう。ジブラルタルは完全に封鎖しきらなければいけない場所なので、このまま敵の艦隊がね、波状攻撃を仕掛けてくるようだと、あるいは補充が間に合わない、補給が間に合わないということにも、まあ、なりかねないということも考えられるので、ジブラルタルの海上封鎖のために、空母増強、あと潜水艦隊も増強しましょう。これはこの次のターンでやっていきます。まあ、建造した後少し時間が
建造指示を出した後時間がかかってしまうというのはあるので、次のターン最初にやりましょうね。さああとは敵の空母沈めたいなというところだな。味方の艦隊にダメージはほぼないと見えます。ただ一部かいくぐってジブラルタルの海峡を越えてきた艦艇が一隻だけいますね。この謎の艦艇、これ沈めたい。魚雷で沈めましょう。さあ国境を越えてきた艦艇がもう一隻いますね。これも確実に仕留めたいな。まあ、一応砲撃もこなせるようなね、艦隊構成にはなっているので仕留められるとは思うんですが、まあ、何ができるわけでもないでしょう。一隻のこの艦隊、艦艇巡洋戦艦チーフテン、これが海上封鎖から逃れた可能性があるな。まあいいでしょう、遺跡ぐらい捨ておきます。で残りの艦隊はこのまま逃げていく感じかな。では時間を早めていっちゃいましょう。なのでやっぱりこっちに逃げた一隻だけどっかにいると思うんですが、邪魔くさいことにはなりそうですね。さて目論見通り敵の艦隊沈めましたね。ただし味方にも、潜水艦中心にダメージが出てるので、先ほどお話した通り潜水艦の大増強を行っておきましょう。高性能策略、この辺りもねお金に余裕があるうちに開発をしていきましょう。で技術開発、これはもう多め多めというところですね。で物資の援助はなまっちゃいましたが、物資の援助は鉄です。んで続いて航空機、いやその前に先に建造航空機の前に艦船の方をやっちゃいましょうか。まず潜水艦、これ、相当量必要になってくるので、数用意しましょう。本当に潜水艦が海上封鎖する上では非常に有用なので、まあ、特にね、潜水艦で海上封鎖、ジブラルタルみたいな海峡封鎖には本当にうってつけのものになってくるので、待ってればいいだけですからね。基本海上突破しにかかってくる敵の艦隊を待ちぼうけ、待ち受けですね、待ち受けしてればいいだけなんで、もう本当に海上封鎖海峡封鎖する中ではこの潜水艦は重宝するので、潜水艦の数を作っていきます。で潜水艦作った後は空母をね作っていきましょう。ちょっと先に空母作りますか。なんかお金がなくて空母が作れないよってなる可能性があるので、名前いつも迷うんだけど、エーギル、1個はエーギルにしよう。でもう1個はどうする、ギルガメみたいな名前だったな、違うね、ギヌンガガップ、ちょっと呼びづらいけどこのギヌンガガップにしよう。で残りをまた潜水艦にします。あと4隻ほど作りましょうか。というのもお金全部使い切っちゃう、いやー使い切っちゃうね、アルミで航空機作りたいなと思ったんですが、その余裕が残念ながらないかな。もう1隻作っちゃったらねないですね。まあこれでよしとしましょう。んでインド洋確認します。艦隊中波しているのがまだありますね。中波、小波、大波、あと5周待てないな、5周はね。まあでもしょうがないですね。
で、第4艦隊、これを一旦じゃあインド洋に入ってくるのを待って編入して、傷ついた艦艇を残して再編してシンガポール攻略に入っていきましょう。時間を進めます。さあ、ではまた兵器開発から始まる内政をやっていきます。まあ、内政はね、すごくシンプルなので、大使とかハーツオブアイアンみたいにアードコーダーする必要がないというのはあります。いや、日本金あるな、お金欲しいな。航空機はバカラ爆撃を作っていきましょう。こんなところですかね。で、インド洋の方には艦艇の再編を行いましょう。まあ、ある程度数が乗ってればいいんですが、乗っていないところには艦載機の増強も行います。爆撃機の数を増やしましょうというところですね。攻撃機もそろそろ本格的に積んでいきたいなというのはあるんですが、優秀な航続距離の長い攻撃機、まだ用意ができていないので、ここは我慢して、バカラの爆撃機を大量に積んでいきます。これで積み終わりましたね。で、あとは第4艦隊と第3艦隊で、編成の見直しを行います。傷ついている甲斐ビスマルク型、この辺りの戦艦を外さなきゃいけないというのは痛いんですが、傷ついたものをそのまま出すというわけにもいかないので、ご覧のように艦隊を再編しましょう。で、一旦送ります。で、先ほど作った潜水艦が完成してますね。で、重爆撃機、これは艦載機のタイプではないものです。いやー、目標としてるシンガポール攻略が本営から発表されないのが微妙だな。本当はね、そっちの方に行きたいんですが。さあ、艦載機なる攻撃機のベースを開発していきます。で、技術開発はまたここもお金潤沢にあるうちにやれることをやっていきましょう。物資援助は鉄を送りましょう。で、超活動は入ってるね。シンガポール青レベルまで来ているので、この次のターンで一気に、決めにかかることができそうです。で、バカラの爆撃、これを大量に建造しましょう。で、ジブラルタルがやっぱり狙われているなという印象があるので、爆撃機の数を増強します。これでまた安心材料ができましたね。では、インド洋から艦隊を発進させていきます。第1艦隊、これをマラッカ海峡へ。第2艦隊、これもマラッカ海峡へと進めます。で、第3艦隊ももちろんマラッカ海峡へというところで、シンガポール攻略戦始めていきましょう。まずは空母を前に出していきたいので、3つの敵の飛行場に対して攻撃をかけていきましょう。夜明けに進めます。おっと、いきなりかい、いきなりですかいという感じですね。雨が、雨が降ってるとどうにもなんないんでね。まあ、ただし今は揚陸艦も連れてきているので、この揚陸艦で、まず飛行場を1つ2つ、まあ、できれば2つは占領したいかなというところですかね。うわ、おい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 、委任を解いたはずなのに、もういきなり攻撃状態、陸戦隊を送り込んじゃったよ。しかも4個とも完全に想定してないわ。これはこれ攻略できないでしょう。
やっちまったな。まあとはいえしょうがないので、このまま進めちゃいましょう。どうすることもできない。じゃあ揚陸艦部隊は撤退させます。もう置いておいてもしょうがないので。さあ雨が止んだので、こっから攻撃機をバシバシと飛ばしていきましょう。敵の飛行場2つと、あとは敵のやっぱりね艦隊もこのままシンガポールにいないわけはないので、そこをしっかり押さえなきゃいけないね。で敵の爆撃機が先に飛んできてる。結構ヒット率高いな。しかも攻撃機も出てるね。さあただもう処理落ちするぐらい、これ Windows 10なんですけど、 Windows 8かななんですけど、それでも処理落ちするぐらいの大量の飛行機が飛んでますね。ただ足の速い、まあ、これ駆逐艦クラスかな、相手だとなかなかこんだけ爆撃機飛ばしても当たらないですね。ここはやっぱり攻撃機が欲しいところなんだよな、敵の小型艦相手する場合は。ここで雨か。第1第2の艦隊は主力が空母になってしまってるんで、雨が降ってくるとね著しく戦力ダウンしてしまうというのはありますが、第1艦隊には巡洋戦艦3隻が配備されているので、まあ、砲撃戦も一応こなせますというところですね。ただここに提督乗せてた記憶がないんで、どうだろう、足の速い駆逐艦に大型艦からの砲撃が当たるのかというと、ご覧の通り空振りがちょっと遅いですね。でどうだ、揚陸艦は逃げ切れるのか。とりあえず揚陸艦に対して魚雷の発射はなかったんで逃げ切れましたね。ただ問題はね、上の方でうろうろしている空母だよ。ここに魚雷をぶっ放されるとかなり厳しいな。であとはもうすでに陸戦隊はいなくなってるので、飛行場は破壊するしかないです。残り2つはで、飛行場の場所は割れてるのでしっかりと攻撃機をね送っていく形になると思うんですが、敵のこれは潜水艦だな。潜水艦に対しては味方の方は軽巡洋艦の爆雷、これで仕留めにかかりましょう。できれば魚雷を撃たれる前に爆雷で仕留めたい。よし、潜水艦2隻、これも撃沈しましたね。いやただ恐ろしいほどにやっぱり敵の飛行場も硬いからな、シンガポールは。いや偵察機の数が半端ないな。偵察機ちょっと乗せすぎだろうっていうぐらい偵察機いるね。ではちょっと夜になってしまうので時間を早めましょう。敵の飛行場の場所2つ割れてるので、この2つに対して、計9隻の正規空母入ってるので、9隻の正規空母から発艦させれば終わりかなという状態ですね。
いやー、敵戦艦部隊でもいるのかな、この海域に味方の艦隊は こう固まっているけれども。さあ、夜明けを前にして雨が降ってきているので、雨待ちですね、雨やみ待ちですね。雨やみとともに出撃させていきましょう。いや、まともな艦隊運動ができてないな。ちょっとまずいので、動かしましょう、手動で。まあ、シンガポールはね、雨が多いといえば多いんですけど、それにしてもひどいな。2日目ほぼ何もできずに終わっているぞ。うわー、敵の水雷部隊が戦艦を沈めにかかってるわ。ひどいなこれは。敵の水雷戦隊相手に戦うのはちょっときついよね。さて、ちょっとまずいので、艦隊動かします。全く機能していないと言っていいので、空母が、まあ、雨のタイミングが本当に悪いですよね。これだってもうまだもう12時になってしまうんで、こんだけ雨にやられちゃうときついな。何もできずに終わってしまいそうな気配がするね。これでもう夕方なので、まあ一日雨ですね、シンガポールは。まあ、これは仕方がないでしょうというところかな。本来だったらね、こんだけの空母を数要して艦載機も数が乗ってるんで、これを機にね、一気に決めちゃうというのがいいと思うんですけど、まあ、残念ながらちょっとそういう状況にはならなかったですね。で、砲撃戦ができる艦艇だったら、あの夜間や雨に乗じて、砲撃戦に切り替えてもいいんですけど、どうしてもね、主力が空母なので、どうにもならなかったですね。で、味方の方は戦艦ベルヘルムが撃沈されてます。ちょっと痛いです。夜間の戦闘機が開発されたというのは大きいな。はい、ではね、いい時間になりましたので、今回はここまでにさせていただいて、次回こそシンガポール攻略を行っていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。